荒木、ちょうど去年優勝を決めた10月10日以来の甲子園のマウンドでした。1回は三者凡退、2回しかしこの回先頭4番のオマリーに一塁の右抜かれてノーアウトランナー二塁、まあ、この後荒木も踏ん張りまして2アウト一塁二塁とします。そしてバッターボックスに5点に追いつきます。4回以降ノーヒットの阪神は8回2アウト一塁でオマリー、中日4人目の新人鶴田のフォークボールが高めに入りました。昨日から不振だったオマリーの今シーズン初ヒットがホームランとなり阪神が2点を勝ち越します。